始めます。アイムコーヒースタンドバイコーヒーバージョン石井です。よろしくお願いします。私は北九州という地方都市でバリスタバーテンダーとして生活をしております。そんな中で北九州におけるコーヒーカクテルの認知度の低さ、そしてまた、日々衰退化していく地方都市の現状について感じることが多いです。そんな中で未だに認知度の高くないコーヒーカクテルを魅力的なスペシャリティコーヒーを使用し、コーヒーカクテルの素晴らしさを地域の人々に、初めてコーヒーカクテルを飲む人々に伝え、そして全国流通している福岡やその近郊の素材を使用することにより地域の存在を県外や海外の方々にアピールできる、そんなコーヒーカクテルを本日は作成したいと思います。本日使用するコーヒーはコロンビア、ブエナビスタ農園、サラドブランコ、ウィラ芸者、標高は約1700メートル、焙煎方法はウォッシュと、焙煎は中入りで、焙煎後7日目のものを6時間前に開封して使用いたします。こちらの芸者はフローラルな花の香り、複雑でワイニーな香り、レモン、紅茶を感じることができます。デザイナーズドリンクでは、20g のお湯に対し 200ml のお湯、油温は85度で、クレバードリッパーで約2分間で抽出を行っていきます。こちら抽出を行っている間にデザイナーズドリンクの素材をシェーカーに入れていきます。まずはじめに福岡県朝倉で作られている麦焼酎朝倉、こちらを 20ml、 こちらは6年以上樽熟成を行っている焼酎であり、まるでウイスキーを混ぜるかのような焼酎です。こちらの樽香、そして麦の香りがカクテルに複雑な印象を与えていきます。続きましてケテルワンウォッカを 40ml、 こちらは本日使用する豆と同じコーヒー豆で12時間インフューズしミルクウォッシングしたものを使用いたします。ミルクウォッシングとは、インフューズしたスピリッツを牛乳の中に加え、カゼインなどの凝固成分とともに雑味を取り除くことにより渋み、トゲトゲしさを取り除き、コーヒーの持つフルーティーなコーヒー感のみインフューズしております。こちらのウォッカでボディ感を与えていきます。続きまして、福岡県産の巨峰を絞った巨峰ジュースを 50ml、 カクテルにフルーティーな印象を与えていきます。そして福岡県のお隣佐賀県嬉野の和紅茶アールグレイの茶葉をモナンシュガーシロップにインフューズさせたアールグレイシロップを 10ml、 よりフローラルな印象を与えていきます。こちら見たことない商品もあるかと思いますが、すべて福岡やその近くで手に入る、そして全国流通している商品でございます。九州にはまだまだこのような商品がたくさん眠っております。約2分経ちましたので、こちら、抽出を行っていきます。こちら本日ハイパーチラーで抽出したコーヒーを急冷していきます。ハイパーチラーで急冷することによりシェイクするときに余分な加水を防ぐことができます。続きましてアイリッシュコーヒーの作成に取り掛かります。アイリッシュコーヒーでは 20g の豆に対し 300ml のお湯、油温は90度でアメリカンプレスで抽出を行っていきます。こちらあらかじめ計量しておいたお湯を注いでいきます。アメリカンプレスでは70秒間かけて蒸らし、そして50秒間でプレスを行っていきます。こちらアイリッシュコーヒーを蒸らしている間に、カクテルの素材を入れていきます。まずはじめに台湾ウイスキーカバランコンサートマスター、こちらを 30ml、 こちらは北九州から直通便で行ける2つの国のうち1つ、台湾のウイスキーです。アメリカンオークダルで熟成し、ポートアインダルで、フィニッシュすることにより爽やかな青リンゴ、ベリー系、そして蜂蜜を感じることができ爽やかな印象のアイリッシュコーヒーになります。使用するシロップが、北九州市で60年以上養蜂を続けている国蜜養蜂場の蜂蜜とモナンシュガーシロップを1対1で合わせた蜂蜜シロップを 15ml、華やかな印象の甘さを加えていきます。
そして使用する生クリームが福岡県大麦乳業の 35% の生クリームを 90ml、 35% という脂肪分の生クリームを使用することにより軽やかな印象のアイリッシュコーヒーになります。こちら約70秒経ちましたのでプレスを行っていきます。本日アイリッシュコーヒーのコーヒーをアメリカンプレスで抽出するのには2つの理由があります。1つ目が紅茶のような甘さをより引き出していくこと、そしてもう1つが金属フィルターによる抽出で生じるオイル感がウイスキーそして生クリームとの一体感をより高めてくれることです。そしてこちらプレスをし終わったら全ての素材をこちらのバーディーデキャンターの中に入れていきます。バーディーデキャンターに加えて時計回りに攪拌することにより全ての素材の一体感が高まるだけでなく芸者の持つフルーティーな個性をより引き出すことができます。もう少々お待ちください。お待たせしてます。そして全ての素材をバディデキャントの中へ加えていきます。お待たせしてます。すいません。生クリームはドライシェイクで仕上げていきます。温度帯は約55度で仕上げ、紅茶のような甘さ、そして芸者の持つフルーティーな酸をしっかり感じられる温度帯となっております。芸者の産地個性と、そして副材料の持つ甘さ、爽やかさが加わり、初めてコーヒーカクテルを飲む人でもまた飲んでみたい、そう思ってもらえるようなアイリッシュコーヒーではないでしょうか。お待たせいたしました。お待たせいたしました。お召し上がりください。そして先ほど急冷させておいたコーヒーを 120ml シェーカーの中に加えていきます。ミルクウォッシングしたスプリッツはカゼインなどの凝固成分は取り除きますが、ホエイダのタンパク質が残るためシェイクするとまるで牛乳を泡立ったかのようなきめ細やかな気泡が泡立ち、液体にシリキーで滑らかな質感を与えてくれます。そしてデザイナーズドリンクで使用する氷がこちらも本日使用するコーヒーを水出しコーヒーで12時間抽出した後に氷状に固めたものを使用いたします。こうすることによって時間が経った後でもコーヒー感をしっかりと感じられる、そんなデザイナーズドリンクになります。温度帯は約4度で仕上げ、甘さを引き締め、そして芸者の持つレモンのような酸がよく感じられる温度帯となっております。こちらのカクテル、鼻を近づけるとフローラルな花の蜜のような香り、そして口の中に含むと芸者のレモンのような感じと巨峰のフルーティーさが加わることによりしっかりとコーヒー感を感じながらもまるでフルーツカクテルを飲んでいるかのような、そんな印象のコーヒーカクテルに仕上がります。どうぞお待たせしました。お待たせしました。お召し上がりください。本日こちら添えてあるガーニッシュはこのカクテルの味わいを表現しております。フルーティーな巨峰、そしてしっかりとコーヒー感を感じ、花の蜜は感じる、でそのさまざまな素材をバーテンダー、そしてバリスタの技術で包み込む、そんな思いをこのガーニッシュに込めました。以上です。終わります。お疲
れ様でございました。よろしくお願いします。さあ決勝の舞台、はい、終わりましたけれども、はい、今のちょっと率直な感想ですね、はい、あのスケールの電池が切れてたみたいでつかなくて、あれさっきも聞いた、さっきもなんか今日はスケールがなんかいろいろあるのかな、スケールが、はい、電池が切れちゃってた、まあ、一応見ながらやってはいるので、はい、大体の秒数は間違ってはないと思うんですけど、はい、まあ、そこだけ、はい、それを最初にちょっと気づいて、ちょっともうなんか、まあ、でも目視でリカバリーというか一瞬、いや、まあそうですね、できたとはタイム9分59秒、はい、ちょっと省きました、最後言いたいことも、ぴったりですね、でも省きました。あ、でも最後ちょっと省いて時間調整してということですね、はい、何か逆にじゃあお伝えしたかったことは、なんか最後どういうこと言うの、はい、すごくシンプルなコースターを本日あえて使わせていただいてるんですけど、なるほどなるほど、あれがその北九州ですごい古くから、はい、あのされてるあの小倉織っていう織物の、はい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 、そのコースターを、は使ったので、それをちょっと、まあ、本当はもうちょっとアピールしたかったんですけど、だったんですね、なるほど、これですね、じゃあちょっとジャッジの皆様行かれましたので、でこの時間今配信されてますんで、はい、九州にも届いてますと思うんで、これですね、小倉織の、あ、そうです、こちら小倉織の、ね、そうなんですよ、綺麗なこう線というか、はい、ちょっとなんかこういろんな色があるグラデーションっぽくなってるんですね、これが伝統工芸というか、そうですね、もう昔からあるやつ で今こうやってちょっとこうモダンというか今風にまたそれをして販売してるというか、また一応アピールはしてる、あ、なるほど、なかなか、はい、今風にちょっとこう若い方も手に取っていただきやすいような感じで販売してるということだったんですけれども、石張さん、かなりその地元の九州に対して今日は、はい、はい、そんな感じでフォーカスした内容だったと思うんですけど、はい、そうですね、ほぼなんか北九州、福岡、そうですね、その近辺のとか、すべてのアイテムに関してほぼアピールされてましたね、そうだと思います、はい、なんか親善大使が感じの仕事来そうな仕事来そうな、ね、ぜひね来てほしいですよ、はい、これは仕事来そうだなっていう感じで見てたんですね、今回ファイナルは初出場ですよね、ファイナル初ですし、はい、おめでとうございます。が今年の、今年だけ2回はい、ありましたね、で1回目、今年1月あったやつに初めてちょっと予選出させていただいて、あ、そうでしたか、はい、そうですそうですそうです、はい、じゃあチャレンジは2度目で、2度目ですね、2度目にして、はい、ファイナルの舞台に、すごいですよね、 それも、そう、石井さんが今日ちょっと一番ダークホースというか、あの情報がなかったのですごく分かんなくて、なるほどなるほど、九州で普段はどういったお店をやられて、お店は今は、コーヒーバーというバーと、はい、あとは、コーヒースタンド、アイムコーヒースタンドというコーヒースタンド2店舗やってまして、はい、まあ、基本的に僕は今はそのコーヒーバーの方にいるんですけども、はい、まあ、普通に、スタンダードカクテルからフルーツカクテルとかから、まあ、こういうコーヒー使ったカクテルまで幅広い、で、まあ、普通にコーヒー利用の方も、イメージはバー、まあそうですね、普通に、まあ、どっちかというとでもカフェ寄りだと思う、普通にマティーニが出てみたいな感じのこともよくあるので、マティーニとか飲んでる横でコーヒーカクテル作ってみたいな、あ、でも面白いですね、はい、なんかちょっと新しい形というか、そうですね、あ、でもそういう方をや、はい、こういうことをやってる方がいるの嬉しいですね、嬉しいですね本当に、いや、まさにこの大会、まさにですねっていうことですよね、はい、いや、お店でも出してる感じなんでしょうね、一、はい、回じゃあ、じゃあすいません、いただきます、全然頂戴します、すいません、じゃあシグネチャーいきましょうか、はい、はい、ベースもかなり変わったお酒でしたね、そうですね、福岡県 の, その、はい、あの朝倉で作られてる朝倉っていう焼酎、焼酎でしたよね、一応こう、あ、これだ、透明性がすごくもうウイスキーみたいな色をしてるので、ボトルもそうですもん ね法律的に焼酎は名乗れないみたいで、はい、一応焼酎って言って出してはいるんですけど、はい、法律的にはちょっと、あの光が通らない関係上リキュール扱いにはなってしまうけど、はい、ここまで樽熟成すると、本当はあるんだよという味わいに、はいはい、ちょっとじゃあせっかくなので頂戴します、フローラル、わあ、すごい華やか、この時点で、これ、あ、そうです、フローラルなんですけど、やっぱり、はい、樽熟成のニュアンスの、ね、このあ、この香り、この丸いふくよかなニュアンス、はいはいはい、これ多分これですよね、そうですね、あ、面白い、でなんかこの蜂蜜っぽい感じの甘さ、ね、蜂蜜、お花の香りずっと最後は残ってますね、はい、ありますね、すごいすっきりとして飲みやすい、うん、そうですね、面白いな、で氷もこれこだわってましたもんね、氷も、はい、今日使ってるそのコロンビア芸者を、まあ、うん、あの水出しコーヒーで抽出した後に、氷にしてで使用してます、この一応今回、まあ、僕はロングカクテルだったので、はいはい、まあ、その氷が溶けてもそのままこうあのコーヒーとしても楽しんでいただけるように、そうですね、はい、そこまで計算されて、はい、あ、聞いたことある、それ聞いております、なんかこう氷ね、氷
氷の溶け具合ってなんか大事なんですよね。そうなんですよ。その特にやっぱりコーヒーカクテル、うん、シェイクなんかもしたりとかもなんですけど、はい、その氷が溶ける加水、この加水って、うん、なきゃダメなんですけど、うん、なきゃダメと言ってもいいんですけど、あることによって味のバランス整ったりとかするんですけど、うん、なんでしょう、特にロングドリンクって普通の氷がこう組まれてたりするので長い時間楽しむんですけど、やっぱりコーヒーって時間とともにかなり薄まったりとか持ってる個性が閉じてきたりとかするので、そういった意味でこれはもう最後までゆっくりかなと、はい、なるほど。あとお酒のユーザーと違ってコーヒーの割とゆっくり一杯を飲まれる方が多いので、確かに普通のコーヒーロングドリンク、ロングカクテルを一杯飲むより、多分一杯のこういったコーヒーを飲み切る方が、お客様的に飲む時間かかると思うんですね。うんうん、そういった時にこういう氷使っていただくと、非常に最後までみたいな、はい。なるほど、考えられてますね。でもなんかすごいスッキリしてて飲みやすいから、はい、ついついこうってね、行っちゃう感じの、そうこういうね、美味しいカクテルですね。そうなんですよね。二口目行きたくなりますね。行きたくなる。なるほど、いやすごい美味しいカクテルでございました。ではさあさあ、では続きましていきましょうか。アイリッシュこちらアイリッシュコーヒー、アイリッシュコーヒーベースはカバラン、カバランのそうですね、コンサートホールですね。はい、マスターですね。よし、あらこれもまた綺麗な、ほんと一貫して両方そうですね、綺麗ですね、クリアで綺麗な、ほんと初めてコーヒーカクテルを飲む人、やっぱり、はい、その普段営業しててうちの店に来ていただける方はまあ知ってはいますけど、はい、やっぱそうじゃないお客様ってのはコーヒーカクテルの存在すら知らないので、うん、確かにやっぱこう初めての人に向けたらアイリッシュコーヒーとかもこういう風にこう飲みやすいというか、すっきりちゃんと爽やかな後味になるようなアイリッシュコーヒーだとこう違和感なく楽しんでもらえるのかなと。慣れてないようなお客様でも すごく飲みやすいような感じの、はい、確かに僕がだともそうですね、すごい飲みやすかったですもん。そう、綺麗な。とはいえその飲みやすい導入としてもすごく飲みやすいと思うんですけど、はい、でも知ってる方からしてもやっぱりこのコーヒーのクオリティだったり、うん、お酒の感じだったりっていうのもあまりにもこう一体感がいいからついつい飲めちゃうというか、飲みやすいというのは一体感の良さなんですね、はい、入り口としてはすごくこうなんでしょう、あんまり慣れてない方と言いつつも慣れてる人もすごく楽しめるかなっていう、そういうクオリティもすごく出てますし、出てる、さすが。でもその辺の一体感みたいなのはやっぱり考えられました。すごい。そうですね、やっぱりこうカクテルなのであくまでそのスペシャリティコーヒーの大会なのでいいか悪いか分かんないんですけど、やっぱりこうどちらも全てのバランスがこう、うん、取れないと、うんうん、そのコーヒーの個性を伝えるっていうよりもコーヒーの個性をこう一個一個こう、はい、まあいろんな素材と加えてこうバランス取るっていうイメージで作らせていただきましたね。なるほど、はい、特にそのコーヒーの酸がすごくバランスよくこう効いてますよね。アイリッシュコーヒーに関してもその普通だったら酸を取るパートってないんですけど、はい、コーヒーの持ってるそのすっきりした爽やかと、ね、この蜂蜜、蜂蜜ですね、はいはい、福岡の、福岡です、福岡の蜂蜜、福岡の、はい、すごい、こんなでもこれまたフローラルで、なんか福岡県のそのものを使っていろいろこうたくさん作っていただいたんですけど、こんなにいっぱいなんかいろんな食材が揃うんだなっていう、そうですね。で、そのまあこれ予選の時も、まあ、ほとんど、はい、まあ、若干レシピは変えてるんですけど使ってるものは全部一緒なんですけど、はい、その時にあまりにも皆さん存在を知らなすぎて、あの九州だけで販売されてるものだから、はい、市場適用性がないっていうふうに言われたんですけど、あ、はい、まあ、実際は全国どこでも手に入るけど、ただ皆さんが、なんだ、やっぱまあだってあの楽天とか入れば絶対手に入るものが、アマゾンとかでも出てますし、じゃあもう全然手に入るアイテムなんですね。手に入るものなので、その説明は、はい、それを今回はまあちょっとあのプレゼンにも組み込んで、はい、まあ、やっぱこれで興味持ってもらって、あのバーの方とか使ってもらえ、あ、でもいいですね、そういったきっかけには、はい、確かにその、あ、九州に行ったらこういうのあるんだって思ってましたけど、やっぱり買えますか、今買えます買えます、はい、お取り寄せできたりとか、そうですね、これはそういったきっかけというか、はい、与えるいい、そうですね、いいこう、はい、組み合わせですね。ねえ、すごい。ちなみにですけど、はいはい、このカクテルは、はい、お店で、いやいや、あ、全然出してます。出してます。もう常にも出してます。はい、常に出してる。あ、その練習期間中からですけど、まあ、じゃあ、あのちょっとずつあの変えてったやつを。じゃあ今はこの本場の豆もありつつ、一応これでやってますね、はい、すごい。じゃあお店に常連さんとかはなんか、あれ昨日より良くなったねみたいな感じとか、やっぱこうその結構大会
に出るとき、まあバーテンダーの方の大会とかも出させていただいてるんですけど、はい、そういうときやっぱそのカクテルのできる工程を結構皆さん楽しんでいただいてるんで、いつも、はい、それでちょっとこんなになりました、こんなになりましたって、素晴らしい、はい、昨日よりこっちの方がいいんじゃない、はい、みたいなそうです、言っていただきながら、はい、でなおかつお金も取れるので、はい、なるほど、はい、素晴らしい、一挙両得で、はい、意見もいただけるしお金もいただける、ね、はい、なるほど、いいことしかないですね、いいことしかない、いやいいですね、でも実際にお店で飲めるっていうことだったら、ちなみに九州にはいつ帰られるんですか。僕16に帰ります、17から飲める、17から飲める、最速17から、最速17から飲めますので、はい、九州に行くね、北九州に行く、いやぜひ、ね、でも本当そのためにこう出た面もやっぱあるので、なるほど、はい、いやみんな知ってくださった方たくさんいると思います。 JBC の方でもかなり九州の方最近活躍されてるので、うん、確かにいろんな競技会で活躍されてますし、うん、暑いですね、九州暑いですね、北九州の どの辺なんですか。北九州、まあJR の新幹線に止まる小倉駅、小倉駅があるんですけども、そこから、まあ、歩いて5分ぐらいのところのお店は、じゃあめっちゃ行きやすい、あ全然、はい、最高のとこっす、最高、新幹線ですぐ来れます、あ、わかりました、いい情報たくさんいただきました、ありがとうございました、皆さんアクセスはこれでバッチリですね、バッチリでございます。いやさあということで初の決勝の舞台でしたけれども、はい、練習通りできましたか。いやもうほんとちょっとやっぱその前半のそのタイムがこれで表示されなかったんで、そこでまあもうちょっともうテンパっちゃって、全然テンパってる感じで、ね、いや分かんなかったですよ、もう言葉がすごい詰まり始めたので、でもそれで あなんか電池切れてると思ってこっちで確認してここで確認するやばいと、すごいっすよね。いやでもできてるか分かんないですけどね。いや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 、いけてきてると思います、だって美味しかったですからね、味乗ってますから、はい、はい、ということで結果が楽しみですね、はい、ぜひぜひ結果の方お楽しみください、はい、ということで、はい、第5競技者でございました石井純平バリスタでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。